1890年ボストンレッツは、1890年と1891年に、マサチューセッツ州ボストンを本拠地として、プレイヤーズリーグとアメリカガソシエーションに加盟していた、プロ野球チーム。1890年のプレイヤーズリーグ創設の際、球団が作られた。キング・ケリーが監督を務めたボストンには、当主では、チャールズ・ラドボーンや、ビル・デイリー、攻撃陣は、 ダンブローザースやハーディー・リチャードソンらの強打者やトム・ブラウン、ハリー・ストービーらの瞬速の選手が揃った。同年、チームは2位に6.5ゲーム差をつけて、プレイヤーズリーグで優勝する。リーグが1年で解散すると、レッツは翌年のアメリカンアソシエーションに加盟した。1891年は、ジョージ・ハドックとチャーリー・バフィントンの2人の投手が中心で、 前年強打を誇った打線は、デューク・ファレルやヒュー・ダフィーの加入でさらに厚みを増した。この年は、ダンブ・ブローザースが首位打者となったのをはじめ、ファレルとダフィーがリーグ最多の110打点を記録、またトム・ブラウンは189安打、177得点、106盗塁という記録を作り、2位のセントルイス・ブラウンズを8.5ゲーム引き離してリーグを制覇した。 しかし同年を最後にアメリカガソシエーションが破綻する。アメリカガソシエーションの球団の一部はナショナルリーグに移籍したが、すでにボストンを本拠地とする球団が参加していた。ナショナルリーグはレッツの参加を拒否する。レッツのオーナーはナショナルリーグから13万5000ドルの和解金の支払いを受け、チームは1891年に解体された。順位は勝率による。 ありがとうございます。